はい、今、旅行から帰ってきまして、今回ちょっとお土産を買ってきたので、それの紹介をしていきたいと思います。まずこちらは倉敷の方で買った、マスカットのきびだんごなんですけれども、ちょっとこれね、どんな味かちょっと見ていきたいと思います。ここからこうやって開けるのかな。いきます。あ、こんな感じで小分けに入ってますね。これはちょっと会社とかで配るのはいいかも。ちょっとこれね、開けてみます。すごい、あー、かわいい。こんな感じになってる。ほら、こんな感じ。これはちょっといただいてみますね。ここにフォークがあるんで、ちょっとこんな感じです。ちょっといただいてみます。うん、こんな感じで中は何も入ってないんですけど、すごく柔らかくて美味しい。うん、とても美味しいです。甘い、なんていうの、四季島堂、四季島堂さん、これ四季島堂さんのマスカットきびだんごです。はい、なんかいろんな味があるんですけども、ちょっとこれが美味しそうだったのでこれを買いました。はい、では次を行ってみましょう。2番目、2番目はですね、あとはもう広島で買ったものばっかりなんですけれども、まずこちらリンゴ、リンゴさんの、このリンゴさんの、リンゴパイ、アップルパイですね。アップルパイを買ってきました。こんな感じ。あ、こんな感じ。わかります。わかります。すごい。こんな感じです。こんな感じ。すごいずっしりと重い。ちょっとこれを。いただいてみたいと思います。ちょっと切ってみますね。半分に断面図を見てもらいましょう。うわ、パイがすっごいサクサク。うわ、あー、これはでもスッと切れた。こんな感じでリンゴとクリームがこんな感じで、クリームとリンゴのアップルパイが入ってますね。ちょっといただいてみます。落ちるな。いただきます。うん、うん、クリームが出てきた。うん、うん、美味しいです。はい、では次行きましょう。はい、次行きます。次は西木戸さんですね。この西木戸さんのもみじまんじゅうです。いろんなね、お店が種類がいっぱいあって、
お店がたくさんある中でこちらの錦戸さんを選びました、これはチョコレートがコーティングしてあるやつかな。でこれはいろんなね、あの味が入ってるのをなんかパッケージしてあるのを選んだんですけど、すごい可愛いですよね。見てください、こんな感じ、こんな感じです。1,2,3,4,5 5種類入っています。で、まずこれが粒あんです。粒あんです。粒あんと、でこちらが、チーズクリーム、チーズクリーム、そしてこしあん、私が好きなこしあんです。そしてこちらがチョコレートと、あとこちらが、お餅、お餅、お餅です。はい、これを、買いました。ではこれを食べてみたいと思います。こしあんが好きなのでこちら、これをいただきます。ではこしあんをいただきます。こんな感じですね。こんな感じ、いただきます。うん、こしあんです。柔らかい、あんもしっかり入ってる、美味しい、はい、あ、美味しいです。でちょっとここで喉が渇いたので、このレモンサイダー広島っていうのが、これコンビニで買ったんですけど、なんか広島ってレモンがなんかすごい有名なのかな、なんかレモンのなんかいろんなのが出てましたね。レモンドレッシングとかなんかね、いっぱいありました。ちょっと飲んでみます、どんな味か、ね、めちゃめちゃ酸っぱい、めっちゃ酸っぱい、これうわ、炭酸なんですけどさっぱりする、酸っぱいのが好きな人はすごいいいかも、すごい酸っぱいです。炭酸好きな、あの酸っぱい人が好きな人はいいかもしれないですね。では次、はい、では次、次はですね、立町カヌレさんっていうあのところのカヌレなんですけれども、私カヌレ大好きなんですよ。でね、これを買ってきました。カヌレが売ってるって結構有名らしいです。で、あの一時はねすごい並んで買えなかったらしいんですけど、あの今日全然あの普通に買いました。はい、てか誰もいなかったみたいな。でもなんかね、美味しそうでしたよ。一時はすごい有名だったらしいです。開けてみますね。で今日ね3つ買ってきたんですよ。はい、ではちょっと開けてみましょう。はい、こちら、こちらですね。こちらがなんかね、名前は忘れちゃったんですけど、感じで可愛いでしょ。なんかこれがキャラメルで、こちらは何だったかな、これなんかいろいろね、はい、なんかついろいろついててわからないんですけど、すいません。でこちらがなんかね、こちらもなんか甘い シロップみたいなのが上からついてるんですけど、はい、でどれを食べようかなと思うんですけど、ちょっとこれいただきます。本当はねプレーンが好きなんですけど、
ちょっと今回はね、ちょっとこういうのもいいかなと思って、ちょっとね、断面切ってみますね、とりあえず。どんな感じか。あ、砂糖が。あー、見てこれ。こんな感じ、ちょっと飛んでる。飛んじゃってるか。あ、見える。見えますね。こんな感じです。ちょっといただきます。うん。あ、これレモンですね。うん、レモンとなんか上のお砂糖のシロップみたいのが混ざってとても美味しい。はい、美味しいです。じゃあ次行きましょう。次はこちらは、あ、先ほどの、これが、あ、これチーズタルトですね。いろんなね、味があったんですけど、これがどこのだったかな？ベックってどこかな？確か。そうそうそう。ベックの、チーズです。ベイクチーズ。ちょっと開けていきましょう。なんかね、もうほぼね、あ、やばい。ちょっと割れちゃってる。新幹線の帰りに買ってきたんですけど、新幹線のこんなで割れちゃってる。割れちゃってます。はい、ちょっと割れちゃってますけど。いただきます。あ、全部バラバラ。どんな味なんだろう。うん、外はカリカリ、中はふんわり。これは美味しい。うん、なんかもう外はね、クッキーなんですよ。で、中がチーズ、ベイクドチーズみたいになって、すごい美味しいです。はい、では次行きましょう。はい、では最後に紹介するのがこちらのインノシマの八朔ゼリー。これね、これちょっとね、あのちょっと気になったんで、あの買ってきました。広島駅の駅、今全部これ広島駅の駅へっていうね、あのところで買いました。1階と2階があって、3階もあるのかちょっとわからないんですけど、なんかそこであのすっごい数のこの八朔ゼリーが売ってあったんで、これ買いました。結構ね、9月まで結構持つんで、あの何個か買ってきました。でちょっと美味しそうなんで、ちょっと買ってきましたね。ちょっとこれ味見してみます。ちょっと開けますね。うわ、八朔がこんなゴロゴロ入ってるね。こんな感じ。あー、美味しそう。ゼリーとこの果肉が入ってて、まずこのゼリーから。うん、うん、甘くない、甘くないわこれ。美味しい。でもほんのり甘いけど、うん、うん、八朔が、ゴロンと入ってるこれ。うん、なんか夏とか冷たく
冷やして食べたりしたりとか、あと凍らしても美味しいかも。うん、はい、これがね、今回の私がお土産で買ってきた、全てですね。まあでも本当広島駅って結構いろんなものがねこう密集してて、お土産がすごい帰りにね買って帰るのはすごい便利でした。駅へっていうところね、はい、でご飯も食べるものもあって、なんか有名なお好み焼きとか牡蠣とか、あといろんなラーメンとか、もう本当いっぱいねたくさんいろんなものがありました。ただ有名店は広島焼きとかね、お好み焼きの有名店は結構並ぶんで、私が行ったとこはね、福ちゃんっていうとこ行ったんですけど、すごい美味しかったんですけど、そこの隣のみっちゃんだったかな、みっちゃんすごい並んでて、もう2時間ぐらい待たないと入る、1、2時間待たないと入れないっていう感じのお店でしたね。で私が入ったところは20分ぐらい待ったかな、うん、福ちゃんっていうところは。でも全然美味しかったんで、はい、そこでこちらを買ってきました。はい、ということで、こんな感じです。